なたでしたか。ちょうど今あなたの仲間に質問を受けていたところです。状況を整理させてもらっていい？あなたたちにはお姉さんがいて、この宴はその人との勝負、宴を盛り上げた方が勝ち、そのために私たちは踊ってるのね。その通りだ。囚人を盛り立ててやれ。貴様らにも大いに期待しているぞ。それはどうも。精一杯やらせてもらうから頑張りましょう。私たちも楽しいし、お礼を言いたいくらいよ。こうしてみんなで集まる機会はいくらあっても困らないわ。ふん、貴様ら本当に仲がいいな。ステージでもそうだが、休んでいる間までよくもそんな風でいられるものだ。構成の過程で結束を深めたようですね。それがあなた方の力の源です。我らの助言を守った成果でしょう。これからも大切になさい。ところでお姉さんはどんな方？ずいぶん破天荒な人みたいね。国士無双の強さを備え、神出鬼没で大胆不敵。主も手を焼いているようです。そう、周りが苦労しそうなタイプね。一言で言えば嵐だ。それもとびきり激しいな。いい度胸だな、囚人。意外と気に入られるかもしれんぞ。とはいえ我々はまだマシだ。姉様の矢面に立つのは兄様だからな。先に見かけた時も得体の知れぬ粉を口に入れられていました。粉？ひとたび口にすれば校内が灼熱の砂漠と化し、生きながら煉獄の苦しみを味わうとか。兄様には感謝しています。風よけとしてはこれ以上なく優秀ですね。お兄さんの身が心配だけど、家族がたくさんいるっていいね。家族ですか。姉様や兄様とは言うものの、そのように考えたことはなかったな。話を聞いてると賑やかで楽しそうだなって思って。ふん、少なくとも退屈ではないぞ。しかし顔を合わせたと思えばこの始末、先が思いやられます。大丈夫、姉妹なんだし喧嘩ぐらいするわ。姉妹だってお互い意地やプライドがある。ぶつかり合って当然よ。なるほど、そういうものか。万象の破壊と創造を象徴する力が飛び交い、果ては終末の炎がぶつかり合う。それを手合わせと呼ぶ力比べも姉妹であれば当然のことなのですね。それは喧嘩なのかしら。くっくっく、機会があれば貴様らとも手合わせしてやろう。気を抜くと死にます。覚悟して腕を磨いておきなさい。その日を楽しみにしています。一切の容赦はせんぞ。我らの本当の力をぶつけてやろう。話がそれましたね。今は宴に集中してもらいましょう。姉様に一泡吹かせたいのだ。負けは許さんぞ、主人。お姉ちゃんに負けたくない気持ち、私もよくわかるよ。乗りかかった船だし、協力してあげないとね。私たちも頑張りましょう。